レイアン・ボディロガは、セルビアズレニャ人出身の元、プロバスケットボール選手である。ポジションは、シューティングガード、スモールフォワード。欧州だけでなく、世界的に名を残した、名選手。ブラジルのオスカー・シュミットと共に、NBA にドラフトされたが NBA に行かなかった、著名選手の一人。13歳でバスケを始め、16歳で、プロデビュー。1992年以降、 イタリア・ギリシャ・スペインの競合を渡り歩き、1998年のリーガ・アッコブ・レギュラー・シーズン、1999.2000年のギリシャ A1 バスケットボールリーグなどで MVP を次々と獲得。また、2002年にはパナシナイコス・ BC、2003年にも FC、バルセロナをそれぞれユーロリーグ優勝に導き、2年連続でファイナル MVP を受賞。 ユーロリーグの顔とも言える活躍を見せた。1995年の NBA ドラフトでサクラメントキングスより全体51位指名を受けている。ユーゴスラビア代表としてもユーロバスケ3度優勝。さらにアトランタ五輪で銀メダル。世界選手権では1998年2002年で連覇に貢献し、1998年には大会 MVP を受賞した。 2007年引退、ありがとうございます。